花粉症で頭が働きません。そうだね、これをやらないと皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と疲労とともに、あと花粉症とともに寄り添っていくチャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね、もうね、花粉症がピークですね、ここ1日2日3日ぐらい、そして今日もまたね、恐ろしいことですよ。やっと今ちょっと落ち着いたんでね、そう、もうこの時期動画がね全く更新されない時にはもう花粉症だと思ってくださいというぐらいね、2013年11年前ぶりぐらいに花粉が飛んでるそうですね。おっしゃる通りです、おっしゃる通りですよ、うん、そうじゃないかなと思ってました。ここ1日2日ね、やっぱりそうかと。そうなんです、そうなんですよ。ということでね、今日は弱者男性について第5弾ということでね、この間もやりましたけれどもね、もうどんなテーマでもね、思いついたらしつこくやっていく、これが史上最低最悪のネガティブマン、そう、私ネガティブマン、世界を滅ぼす者、人類の敵、暗殺者はすぐに殺しに来いというね、男でございます。そうです、まあ男か女か、まああれですよね、怪しいですよね、トランスジェンダーかもしれないね、本当は黒人でユダヤ人、黒人のユダヤ教徒でね、女性かもしれませんね。そう、トランスジェンダーはもうね、いくらでももういいって言ったもん勝ちですからね。ということでね、弱者男性についてね、どうですか、いろいろ語ってきましたけれどもね、弱者男性とはじゃあ何なのかっていうことをね、いつも一つ一つ丁寧に本質をね語っていきますけれどもね、私氷河期世代の底辺労働者であってね、他の偽物のチャンネルのね、小賢しい全く憎しみのない嘘つきチャンネルとは違ってね、このネガティブマンチャンネルこそ本物でありますよ皆さん。そう、当たり前じゃないですかね、憎しみが違う、そう、怒りと悲しみが違いますからね、人生の失敗度合いが違う、あんな淡々に動画は流せませんからね、だいたい底辺労働者の部屋はごちゃごちゃになりますからね、もう映せませんよ僕のなんかね、こちゃ、そうだな、あれですね、思えば少し映してみますか、こうやって花粉症ですからね、ティッシュの山ができてるわけですよ、ね、これが底辺、これが底辺の部屋のね、あるべき姿ですよね、うん、さあ、そう、あれですね、底辺とは何かじゃないや弱者男性とは、もうね、花粉症でね、もう頭が回らないんですよ。もう常に微熱が続いているような。まあ熱を測ればそんなことはないんですけどね。もうとにかくね、政府は花粉症対策をしないといけませんね。もう怒りのテンションすら低くなってしまうのがね、花粉症ですよ。皆さん大丈夫ですか、花粉症。ここ、今日これを撮ってんのは3月17日ですけど、この15、16、17、まあね、
飛び始めたバレンタインデーあたりもひどかったですけど、まあここ 2,3 日ひどいして、今日もまたひどいね、目はかゆいね、喉がイガイガする、今ちょっと鼻水がね収まったのでね、ちょっと落ち着いて、もうその隙をついてね動画を撮らないと、そう愚痴ばっかり、そうこのチャンネルはもうね、この世界に対する憎しみと愚痴しか言いませんからね、ポジティブなことは一つも言いませんからね。とにかく弱者男性、本題に入りましょう。弱者男性は何なんだって、ね、今までいろいろ語ってきましたけれども、要するにあれですよね、もうね長い人生の中においてですよ、いや短い人もまだまだいるでしょうけれどもね、弱者男性ね、毎日チーチー言ってるチー牛なんですけれどもね、それだけじゃなくてね、思い起こせばですよ、もうクソかいいなしか言ってないんですね。この2つぐらいしか言ってないんですね、人生においてね。こう自分の陥った状況だったりね、立ち位置だったり、なんて言うんでしょうね、人を見てどう思うかみたいなね、人生の動きのね大半の場面においてですよ、結局言うのはくっさっていう悔しさだったり怒りだったり憎しみだったりね、そういうそれかいいな、そういろんなね成功している人だったりとか、カップルだったりとか、なんだろう、いろんな良いものを持っている人たちだったりとか、または才能を見たりとかね、いいなぁしか言ってないですね。いいなぁ、それいいなぁ、ああいいね、いいなぁっていうね、羨ましい、羨望の言葉しか入ってないんですね。この二つが口癖になってるのね。くっさー、くっさーっていうね、あいつを殺してやるっていう気持ちだったり、自分の失敗だったりっていうものに対して、くっさー、くさー、くさーとかね。そう。くそかいいなしか言ってないんですね。悔しさか羨ましさしかないってことですよね、弱者男性の本質の、また本質を掘り下げてしまいましたね。弱者男性の口癖はクソ、まあクソっていう悪い言葉だけじゃないですけれどもね、人によっては畜生かもしれませんし、やっちまったかもしれませんしね、頭にくるとか殺してやるかもしれませんけれどもね、まあ要するにクソってことですよね。またはこういいな、まあ人によっては羨ましいな、いいなとかね、ああれ欲しかったんだよなとかね、ああなりたいなとかね、そう。この二つをが口癖なのがね、弱者男性の本質なんですね。そう。つまり、何も得られていないし、何もうまくいってないんですね。そう。何も得られず、何もうまくいかないから、このクソッと、いいなしくっていうね、二つしか言葉が出てこないんですね。口癖になってる。口癖というか、もう思いの中にも置いてもね、叫んでおりますよ。そう、つまり何もかもうまくいっていないというのが弱者男性の本質、故にクソッといいなっていう言葉しか吐いてないんですね、場面場面においてね。そしてまた猛烈にね、目頭が痒くなってきましたけれどもね。ということでね、今回はこの辺で勘弁していただきたい、分かっていただけたと思いますね、花粉症ですけれども。
そうなんです、ね、弱者男性の本質は、ね、悔しさと羨ましさが交互に襲ってくる、全く人生がつまらない、うまくいっていない不満、それに伴う二つの言葉、くそくそか、いいなね、そういいな、ね、一般の人たちはね、大谷ぐらいを見てようやくいいなっていうね、ため息混じりが出るんでしょうけれども、我々弱者男性はもうそこ行く人たちを見てたりとかね、いろんな知り合いを見ただけでもいいな、いいなね、普通の人生を見るだけでもね、いいなって思うわけです。はい、ということでね、それではまたお会いいたしましょうね。雑ですみません、短くてすみません、ネガティブマンでした。ああ、目が痒くなってきた。